念ですね。なんかこれすげえ。ちっきしょう。残念なお知らせがあります。ぶっ壊れてます。かなり致命的ですね。まあ、車体はすごい綺麗なんですけども、何がダメかっていうと、タイヤが前輪後輪ともに行っちゃってるんですね。自分で何か悪いことをしたかっていうと、全然よくわからないんですけども、多分これも。あ、怖いな。よっ。よっ。一応まあちょっと変形機構をね、ここでスライドさせて、後ろも、こんな感じでスライドさせて、で、マフラーが結構こう、フレキシブルにこういう感じで動くので、これをこう曲げて、ここら辺でこう、こんな感じでピッと止まるんでしょうね。落ちちゃうんですけど、わ、悔しいなぁ。これすげえいいのに。で、前も、本来ならば、ここぐらいまでにこれが飛び出てくるので、こんな感じで、こんな感じでね、いけるんでしょうね。わぁ、もったいねえなぁ。接着剤で止めちゃえば、この形で保てるかな。でもそうすると、せっかくの変形もクソも何もなくなっちゃうんですけど、で、バイクとして使うんであれば、よいしょ。ここで、まあ、後輪だけ接着剤で止めちゃえば、前輪はね、止める必要ないので、これで、一応バイクとしては、よいしょ。バイクとしては、まあ、機能するっていう感じですよね。わー。残念ですね。ここのタンクの、この作りとかすごいいいんですよね。スライドさせると、このタンクが、ペロンと浮き上がって、こういう風にね、干渉しないようにこうなるって、これいいなぁ。ちっきしょう。なんとなくね、アギトを乗らせてみました。フィギュアーツのアギトですね。かっけえなぁ。かっこいいんだけどなぁ。もう残念すぎるなぁ。俺の野望がこれギルスとね、G3 と3台並べてね、ちょっとオープニングみたいな写真をね、撮って遊ぼうと思ってたんですけど、もう、テンションダダ落ちですわ、これ。いや、まあ、そういうわけで、僕の買ってきたポピニカのデラックスマシントルネイダーは、壊れていました。残念なんですけど、すごくね、いい感じなおもちゃなので、これはね、見つけたら買った方がいいと思いますね。壊れてなければ。以上、デラックスマシントルネーダーでした。残念。